うわぁ、もうほら気持ち悪い。なんだこいつら。はい、オペラです。しかもね、前回はですね、カカシをロザリオでしばき倒したところからですね、やっていきましょう。扉がある。ウォシュレットですね、ダブルCって書いてある。あ、写真があるな。誰これ。写真には若い男性が写っている。この部屋に住んでいる人の写真だろうか。ん？うわわわわ、なになに？今目見ました？うわ、え、なに？え、なんか勝手に、え、今何？なんか勝手に動きました。目がキモい。引き出しには何も入ってないようだ。髪の切れ端に何かメモのようなものが書き記されている。俺みたいになるんじゃねえぞ。なんか止まるんじゃねえぞ、みたいな。ここは？タンスの中は空っぽだ。じゃあトイレ入ってみますか。汚ねえな、なんか、うわっ！なんか入ってるな、奥に。トイレの底で何か光っている。手では届きそうにない。まずさ、手で届いたとしても汚くて突っ込みたくないよな。主人公すごいよな。こういうホラーなところ以外ですごいって思っちゃうわ。ホラーゲーでこういうたまにトイレで、え？なんかいる？なんか、目が赤い人がいましたね。本が机の上に置いてある。読んでみますか？はい。アードルフのメモ。地獄に住む悪魔たちは一定の周期で、地上にその、不備な姿を表す。なんて言うんですかこれ。読み方わかんない。しかし、この悪魔と呼ばれる者の正体は、ほとんどが元は地獄へと伝えた罪人である。長い長い攻め苦にあった魂は時間とともに朽ち果て、安堵を手にすることになるが、積み重なった怒りと怨念は具現化し、この世の全てに牙を剥く存在と化すのだ。そして地獄が悪魔で満たされた時、彼らは矛先を求めて地上に溢れ出てくる。その悪魔たちを撃退するのは、神に選ばれた人間の使命であるが、所詮は大層な使命を持たされた、ただの捨て駒でしかない。まだだった。あの鳥みたいな仮面をした仮面の言うことが、あ、死神の言うことが本当なら、俺もただの捨て駒？誰が、これ、アードルフが書いたんですかね。鹿の頭が飾られている。あ、右切るやばいやろ、これ絶対。え、これ多分なんかいるよね。あれ？ドアには鍵がかけられている。鍵穴の上には月の印が付けられてちょっと、ろれつ回らん、今日。え？何？あ、やばい。あー、これか、さっきのやつ。え、なんか全然怖くないんだけど。え？あ、やばい！何これ？あ、オープねー！なんかいろんなギミックがあって面白いですね。うわぁ！死に方グロ。なんでこんな頭からさ、ねえ、切り落とされるような死に方するんだ。はい、すいません。ちょっと、くしゃみ出てしまったので、カットしました。やっていきます。ここから来たよね。左行ってみますか。うわ、なんかいる。え、これ攻撃してくる。あれ？これさ、最初倒した悪魔じゃないですか？一番最初に倒した。変な置物がある。目の部分は取り外されているようだ。これ引き出しは調べれないんだ。調べれないっぽいですね。戻ってみよう。こっちか。ここ行ってみますか、次は。うわ、何この切り焼き図。え、こいつでしょ、絶対。こいつ出てくるじゃん、絵の中から。なんて大きな剣。お前もこれ取れよ。僕の身長はるかに超えて。これで戦った方がいいでしょ、こんなさ、ロザリオなんかより。枯れたバラだ。茎には切られた跡がある。うわぁ。あ、虫取り網を手に入れた。なんか手に入りました。これは？うわ、ほら、もう動き始まっちゃう。ほら、もう、ほら、なんか真っ暗になったし、もう。え？あ、なに、何ですか？あ、あ、なんか思ったより、そんなびっくりとかじゃなかった？結構じわじわ来てくれましたね。え、何？泥って溶けたん？うわっ！あ、これでも目手に入るんじゃないの？こぼれ落ちて。タイム4秒、A。なんか泥って溶けましたね、次は。死に方のバリエーションがすごい。あれ？これ目持ってないからダメか、まだ。ちょっと一回。変な置物がある。目の部分、あ、ダメみたいですね。違うみたいだ。目落ちたのかと思った。え、これじゃあどこ行けばいいんだ？あ、虫取り網手に入れたから、さっきのトイレ行ってみますか、ちょっと。これですくい上げるとかじゃないのかな？ウォシュレット。
トイレの底で何か光っている。手では届きそうにない。はっ、いける。使って取りますか。はい。わ、切ったねー。しかもさ、こんなさ、あ、でも取れるか、それは大丈夫か。切ったないですね、どっちにしろ。でも結構奥って狭いけどさ、虫取り網入るんか。目玉石を手に入れた。え、何？あ、虫取り網が折れてしまった。どうやら腐ってもらくなって。切ったねーなー。なんでこんなとこに目玉入ってんだよ。いじめられてたのかな。あれ、こっちじゃないか。あれ、こっちじゃないな。戻ってんな、こっち。ちょっと、ごめんなさい。方向音痴が出てしまった。左か。で、ここですね。変な置物がある。目の部分は取り外されているような。お、いける。なんか目が気持ち悪いな。瞳孔めっちゃ開いとる。隠し扉が出てきましたね。すごいな。複雑な構造すぎるでしょ。普段ね、ここに住んでる人たち不便すぎないか、これ。あ、なんか、背景変わった。歩く音も変わった。石造りみたいな。え、ちょっとなんか怖いな。お、行きますね、扉。うわ、何これ、木の箱？箱の中は埃でいっぱいで、あまり触りたくない。蓋、固く閉じられている。排気口だろうか、金属製の蓋が。おー、ネジでしっかり固定されているようだ。なんか怪しいな、ここ。いつか入れそう。なんかここだけね、しっかりと文章書いてありますからね。え、なにこれ？あ、これ月の鍵じゃない？壁に鍵がかかっている。でも高すぎて手が届かない。え？あ、これだけ？この下は何？床に大きな穴が開いている。ええー、覗いて、いや、なんかこれいきなりで、うわ、怖い怖い、この角度。そこが暗く見えない。ずいぶん高そうだ。え、怖いんだけど、あ、なんもない。意外。来んのっていきなり出てくるもんじゃないんだね。うわぁ、もうほら気持ち悪い。なんだこいつら。なんかキューピーのさ、人形に、こんな感じでしたよね。下半身とね。頭ついてないからちょっとわかんないけど。え、気持ち悪い。頭なんでこんな、あ、入れるし。うわ、なにここ気持ち悪い。なんか、ムカデ人間みたいな映画のさ、気持ち悪い。なんか肛門に頭突っ込まれて、人間の胴体が、うわ、気持ち悪い。なんかこれ、いかにも撮ってくださいって感じで光ってますね。あ、ほら、撮れる。杖を手に入れた。いや、もうあの赤ちゃん絶対動くやん。これ来るぞ、また。ぬちゃーって。なんか、ぬちゃぬちゃ聞こえるもん。あれ？なに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 ？うわ。うわぁ。こん中入るんか、これ多分。排気口だろうか、蓋が外されている。ほらぁ。入って、はい。てんてんてん。あ、なんか、なんやねん。なんやねん。そんなの必要だったか？この杖を使って、多分。さっき届かないって書いてあったんで、これは取るんでしょ、かね、多分ね。壁に鍵がかかっている。杖で、ほら、鍵を取りますか、はい。これさ、穴落ちるとかないよね。なかなかうまく取れない。うわぁ、これ穴落ちるとか絶対あるやん、これ。え？なんか顔見た。え、何？え？なんか来た。え、何これ？え、これ悪魔なん？ミラーボールの悪魔？赤。あ、赤、あ、あ、あ、もちもち、死んじゃった。間違った。え、これ、どうなのこれ。え？死んじゃった。あ、俺の初めての死亡、こいつでした。あ、これさっきさ、写真にいた人やない？うわ、こっち見てきた。あ、こっからだ。親切や。じゃ、ちょっと、サクサクね。あれ、ミラーボールの悪魔なんですかね。なんでミラーボールが悪魔になった？どういう、これちょっと顔に見える。どういうさ、なに？なんか、物には魂が宿るみたいな話ですか？目が気持ち悪い。これはね、ここしっかり落ち着いてやっていけば大丈夫。すごいですね。いろんなギミックあってね。あ、ミラーボールが。どっか行った。うわ、なに？気持ち悪い。
なんか、死に方がいちいち気持ち悪いな。このちょっと、鍵を使って今日は、鍵を使うとこまで行ってみたいですね。うまく取れた。月の鍵を手に入れた。よし。やっぱこれ月の鍵っぽいですね。これを使うとこまで今日は行きたいなって思います。こっちだっけ？あ、こっちや。え？なになに？うわ！うわ！さっきの骸骨さん、これ死んでなかったか？危ねえ！うわ、もうちょっとびっくりしとるわ、ほんとに。なんか死に方が結構、あ、なんか死に方が結構、あれですね、なんか、コミカルな死に方する。あ、これでちゃんと多分、倒したんか。さっき鎧？鎧を倒して、次は本体倒したって感じか。あ、いけますね。あれ？今時間的に、あ、結構もう取っちゃってますね。じゃあ今日はちょっと、この鍵を開けて、あ、多分入るとまたね、進展してしまうので、それは次回にしようかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。